こんにちは。そうですね、受信力の話ですけども、その人のフェーズによって受信力も変わってくる。確かにその通りですよね。10代の頃、20代の頃、見るもの、経験、知識、そして妄想が変われば変わるほど、いろんなものが変化していくんですよね。やっぱりね、10代や20代の頃にものすごく熱望していたものとかね、没頭していたものって、今ではそこまで、そうですね、思い出すこともないかなと思いますし、ある意味生活に追われるって言葉もあるかもしれませんけども、一生、付き合っていきたい友達とかね、それから一生抱えておきたい趣味とか、そういった自分のね、好きなことっていうのも、だん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 と現実に押しつぶされていく、そんなこともあるんじゃないかなと思うんですよ。で、40代とか50代になってきてね、いろんなものが懐かしく思えるのも、一生懸命そういったものを追い求めた時期をなんかふとした瞬間に思い出すからなのかなと思いますし、で、若者に憧れを抱くのも、ある意味嫉妬を抱くのもね、そういうふうな自分の姿を重ね合わせて、自分のようにはなるなよっていうことなのかなと思いますよね。それと似たようなことがこうやったインターネットを使ったビジネス世界にもあって、なんかやっぱこう始めたばかりでね、いろんなものが実現していくとかね、仕掛けたビジネスが売り上げになっていくところの感動っていうのは、なんかすごくわかるなと思うんですよ。だからこそ応援したくなっちゃいますしね。で、あとはね、この逆の立場から言って、実現した人への憧れっていうのもあるのかもしれないですよね。きっとその金麦研究所っていうものをやって、吉谷さんがね、放送する中で投げ銭をするっていう感覚も、なんかある意味エウルを送ってるんじゃないかなと思いますし、励ましですよね。応援したいという気持ち、やっぱり自分の、やってやれなかったことをなんかね、投げ銭することによってつながれたという、その喜びがあるのかもしれませんよね。で、あとは、そうですね、メンバーシップを始めて、最初の頃って本当にね、有名人でもなければメンバーになるのって数人とかね、もしかしたら一人かもしれないですよね。その一人を独占していけるというファン心理っていうのは、これまた変えがたいものではないかなと思うんですよ。で、やっぱり何がしかのね、信頼関係を感じてるからこそそこに入ってくれるんだと思いますしね。でも本当にね、発信するって、信頼とか感動とかそういったものに出会えて本当にいいなと思うんですね。そして他の発信者の方が結構ね、その同志のように思えてくるっていうのかな。私は速稼塾の中で一人の人に心を込めたメッセージを送るっていうのを習慣づけてるんですけども、これがね、本当にどん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 波及していって、速稼塾に入って動画をやるんだったらそれが当たり前みたいになってきてね、タイトルにね、何々さんへみたいなのが書いてあって、そこから始まる新しいご縁、誰かが誰かに対してメッセージを送っている、そこに自分の名前も呼ばれたいなっていう、そんな感覚もあるんではないかなと思いますね。実はね、私は YouTube でコメントがすごく今つくんですよね。ずいぶん前から、去年の秋ぐらいから、それこそ私が YouTube をずっとやってきて、コメントがつかない日がないと、コメントが100以下の日がないっていう日々が続いてます。で、その中で、久保さん、僕のコメントに返信がないですね、何か気に入らないこと言いましたって書いてあるんですよ。いや、もうね、コメント返信が追いつかないからそうしてるだけなんですけども、やっぱ返信できてないとね、そういうふうにちょっと寂しい気持ちがする方もいらっしゃるんですよね。ということでね、私はそういう方のためにも、コメントをね、一生懸命書いたりとかね、それからコメント返信できなくてすいませんみたいな動画を出していたりとかするんですけども、つまり何をやっても必ず発信のネタが残るし、その発信によって救われる人が必ず一人以上はいるんだなというところでね、これもフェーズが変わってきたってことなのかなと思います。でもね、本当 YouTube ってすごいですよね。リアルな関係っていうのは信頼関係がすごく作りにくいんですけども、 YouTube ってものは信頼関係をものすごく作りやすいと私は感じてますね。はい、それでね、今日のことなんですけども、ほら、太陽光の屋根にね、パネルを引くやつ、結構ね、最近は改善されてきてるんですよ。2013年にもこれあったんですけども、2013年は結構価格も高いし、工事業者さんもいまいちなプランばかり出してきてたんですけども、今はね、ある意味競合が整理整頓されて、ものすごくいい提案ばかりするようになってきましたね。で、価格も安いですしね、本当にね、払ってる電気代の中から設置費用をリースで分割で払えるみたいなコースがあって、体感する
金銭的負担ないんですよね。でしかも5年とか払い終わるとあとはずっと売電収入が出るというね。だからそこからは利益が出るわけなんですよ。これはねこんなに明確になったのは本当ここ最近で、以前はねいまいち分かんなかったんですよね。私もねこういったのをアフィリエイトで進めていながら、なんか整理整頓されていくのはいつだろうかなと思ったら、今はきっちりとねしてますね、すごいですね。だからね形としては、保険があるじゃないですか、火災保険。火災保険をまずやってみて、そこから出たお金でこちらの方を設置すると、なんと手出しが1円もなくね、家ってものがパーフェクトになっていくという形でございます、だからこれも続けていくからこそ、本当ねセルフバックのクレジットカード1枚からこんなとこまで広がってしまいました。本当にね数百万とか一発数百万みたいなね、そんなとこまで来ましたね。いってらっしゃい。